女子プロゴルフレスキュー。今回は飛距離アップのためのシャフトのしならせ方をレスキューします。スイング中に力をずっと入れ続けてしまうとしなりをうまく使うことができません。ブランコの例として、ブランコが動いている時っていうのは向こうからこっちに来たものを一瞬だけ押すと思うんですね。一瞬だけ上がってきたものを一瞬だけ押し返すっていう力を使うと思うんですが、これ振り子運動なのでゴルフの動きも一緒です。ブランコが振り上がってきたものを最後まで自分の力でガチャガチャガチャっと持っていってしまう人はしなりを使えない人、上がってきたものを一瞬だけポンと押せる人、ポンと押せる人っていうのがしなりをうまく使える人ということになります。はい、ブランコをゴルフスイングに置き換えた時に振り上がったところから押してあげるということなので、振り上がったところからちょっとだけ押してあげる、この拳一つ分くらいまでで、あとは手を離す動きなので解放してあげるというふうにするとシャフトをうまく使ってくることができます。悪い例として行き切らないとブランコが向こうから来ている途中で押し返してしまうことになります。そうするとブランコもうまく流れずにガチャガチャガチャとなってしまうと思うんですが、スイングでも上がってトップまで上がりきる前に下ろしちゃう人っていうのはヘッドスピードが上がりにくかったりとかしなりをうまく使えなかったりする原因になります。振り子運動を使うことによってシャフトをしっかりしならせましょう。